こんにちは。こんにちは。お二人のチーム名を教えてください。体格兄弟です。体格兄弟さん、確かにすごいでかいですね。すごい。ちょっとこれ振りになってるよね。体格兄弟さんは釣り始めてどれくらいなんですか？半年です。半年、はい、お二人とも半年。そうですね、じゃあ初めての大会ですか？初めての。はい、ありがとうございます、はい、初めての大会に我々の大会を選んでくれてありがとうございます。いつも動画見て参考にしてます。あ、嬉しいです。ちなみにお名前は？あ、和田です。和田さんと。あ、ペイです。ペイさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はどちらが何担当？スプーンです。スプーン担当で、僕がプラグです。プラグ担当、はい。ちなみにどんな作戦で？作戦、特にもう瞑想してるんで、なんとも、はい、いろいろ探り探り、はい、探りながらですね。スプーン担当はどうですか？もう全然わからないので、あの、カント先生が着てた T シャツの色のスプーンを投げてみようと思ってます。まあ、ラッキーカラーね。ラッキーカラーね。ありがとうございます。じゃあ意気込みを最後に。頑張ります。対戦相手のチームを紹介しましょう。そんなネタないよな、うちの。お二人のチーム名、これ体格兄弟です。合ってますか？うちらはツイン、体格がいいですよ。僕らツインタワーです。ツインタワー、はい、あー、すでかいですもんね。そうですね、180以上じゃないとうちのチームには入れません、ね、100キロ超えてないと入れないです、ね、100キロ超えて180センチ以上っていうのがチームボーダーライン。100キロ超えて180センチ以上大丈夫ですね。めちゃくちゃ笑顔かっこいいっすね。めちゃくちゃ笑顔いいっすよ。ありがとうございます。ツインタワーさん、お二人はのお名前と自己紹介お願いします。メーカーやってます。アルカスっていうメーカーで、今年去年ぐらいからやらせてもらって、関と申します。よろしくお願いします。アルカスというメーカーの関。何のメーカーですか？と、まあ、今だとラインローラーとかベアリングとか今やってるようなメーカーですね。今日も持ってきて、はい、今日も協賛で島根のラインローラー1個お出しします。いや、ありがとうございます。そう、あと、まあ、オイルですね。ソニフジスリーオイルも今日お出しもらって、今日来てるメンバーだとエキスパートの染谷さんなんかもうちのラインローラー使ってくれたりとか。ああ、そうなんですか。いるので、ぜひよかったら使ってみてください。アルカスさん、ありがとうございます。あ、僕は、はい、あの、このマークのおなじみのここのお店の人です。吉屋さん。吉屋です。あ、T シャツも吉屋さんですね。そうです。あ、これです、はい、吉屋さんのお名前は何？伊藤です。伊藤さん、はい、吉祥寺の剣屋さんです。吉祥寺にある剣屋さんですね。吉祥寺にあります。なんで吉屋なんで？あ、そうなんですか、はい、吉屋の名前は吉祥のそこから来てるんですね。そうです、そこから来てます。吉祥寺なんで。じゃあ今日景品で、あ、そうです、今日あのまだ発売してない社員ライドの、ブラウンフォグシルバーっていうカラーを入ってるんで。オリカラですか？吉屋さんの。まだ発売してないんで。おお、発売してないの持ってきてさ、大丈夫なんですか？勝手に持ってきました、昨日。昨日入ったんで。あと、おともいか。勝手に持ってきました。ありがとうございます。我々の大会にそんな貴重なものを。ぜひ使ってほしいです。ありがとうございます。よく釣れるカラーで。じゃあ、お二人の意気込みを最後に。お願いします。優勝目指して頑張るぞ。はい、頑張ってください。お願いします。何担当ですか？今回プラグです。プラグ担当。最初は3つ。いや、ザッカー。ザッカー、ザッカー。サドンありそうなところ。結構ね、サドン、ほとんどサドンがあります。ほとんどサドン。あの、一番奥はどう？おい。ちょっと前半終わったらまた回って。ちょっとそこ聞こえづらいって。それが本当だよね。これがあるから聞こえづらいって。ザッカー当たってますね。ですね。これはカラーはなんていうカラーなんですか？あれ、あのヒーローズの折りからですね。ヒーローズの折りから、はい、あのスパーっていう長期さんのやつですね。そうなんですよ。持ってる人少ないですよね。そうなんですよ。出し抜きにちょっとあんま持ってないわ。さすが。
DJ とは違うんですか。でも使い方同じです。使い分けはあるんですか。こっちの方が上がりが早いんで、ちょっとこう寝てる首と、そうですね、寄せる首と、こう DJ と僕的にこう2本で使い分ける感じです。なるほど、ありがとうございます。今スプーン何使われてるんですか。ブレイブです。ブレイブやば。いただき狙いですね。うん、いただき狙い試合ですけど、いただき狙いでいいですか。マスキンさんの動画見て、はい、ブレイブめっちゃスレブワーってなって、さっきずっと買ってます。でも渋い時も意外と釣れるんですよね。釣れますよね。はい、なかなか渋い時間帯で多分お一人だけだと思いますこの渋い時間でプラで試したいって言うんで。あれ、ブレイブ来てないですか。ブレイブ何どうすよ。ブレイブの時間じゃなさそうですけど、はい、です期待してます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。菅原さん、今の状況はどうですか。今はイン側が少しちょっと厳しいかな、タフになってるかなと思ってるので、でもマジックジャックとかでね結構釣ってる方いらっしゃるので、あの工夫次第では釣れるかなと思います。でもまあちょっと渋くなってきてますね。渋いよね、はい、渋い渋い。でもみんな頑張って釣ってらっしゃいます。うん、ありがとうございます。はい、ブレイブ当たってましたけど、いただきかかったっすね。いただき完全にかかったっすね。でもバレちゃいましたか。ロマンを見せてください。頑張ります。ロマン砲よね。こちらはどうですか。これはフォルテ。これフォルテで、もうなんかわかんないんで、なんかこれかなっていうのが優しいな、優しいコメント下の方を巻いてきてる感じですね。そうですね、なんか上じゃないかなって思ってうん結構当たります。ちょこちょこ、はい、ありがとうございます。はい、今はこれは何投げてるんですか。ハイフロートの、コマヤ。コマヤ、はい、向井さんから出てるドラマ。ちょっと早めに巻きたいんで、早めに巻きたいんで、ちょっとハイフロート目でちょっと早く巻いてるイメージです。当たってはいります。いや、追っては来てるんですけどね、追ってきてでやっぱ見切られちゃうんで、ちょっとそこが難しい。追っては来るけど見切られるこっちもそうっすか。そうですね、そんな時はどうしたらいいんだろうって今思ってます思いながら変えたら、巻き速度を変えてみたり。おー、進化のヒントが。後半の戦略は、あの1本ドラキを掘って帰るっていう投げてるルアーは、ブレイブ、ブレイブ、ブレイブ押し通す。今日は押し通します。今日は押し通します。言ってることがこう、あのスプーン投げる、スプーン担当じゃないんで基本は。ああ、そうなんですか。はい、スプーンブレイブと投げないんで。変更ロマンを追い求めている。土屋さんもやっぱりそうなんですかね、はいはい。ロマンのあるメーカーさん。いますね。いますね。ロマンを感じました。今日は。もうさんからハウスでやってるんですよ。楽しいのが一番。楽しいのが一番。ありがとうございます。はい、どうですかこの、はい、この試合は。激アツでした。激アツ。伊藤さんはさっきでっかいのパックされて。ロマンをね見せてほしいですね。頑張れ。切った取れないとやば。かぶってる？かぶった？スイさん、
はい、後半戦のポイントというか後半戦どんな感じに変えてきてるんですか。これはなんか変えてますね。今回ボトムにちょっとシュッとしてポゴ、今ポゴ投げてます。ポゴの形状でしたね。確かにサハリかな。あんま僕いろんな名前覚えないと思うんですけど、ちょっとボトムであれかなと思って。折り方さん、情報さんのやつですかね。いや多分違う。クロッパーですか。うん、結構差を上げて、そう、普通キーでないんで。応援されてますけどチームメイトで応援されてますけど、よう頑張れ応援合戦バラストが来るかも。なんか相手に委ねてるような雰囲気感じますね。どっちの数が多いかっていうけなし合いをするんであそれはやるんですか。それはもちろんやります。それはやるのに応援してるんだ。一応一応優しい表情が優しいもんなじゃあ応援されてるんで頑張ってください。はい、頑張ります。でも相方はロマンを追い求めてますから。そうなんですよ。はい、こう堅実当たってますからね。そうなんですよ。ヤシを5本分ぐらいしまっていいですかね何え、1匹ずったら5点。5点5点。ロマンに、ロマンがありますね、それはね。ロマンに、うん、結構一定のリズムにやりますね。そうですね。でも時折ちょっと当たり見ながら当たってますね。あ、おっと、いや当たってる。また教えてください。ちょっと後でカラー見せてください。はい、ありがとうございます。そうですね、分かれてもらって。これはデジしてますね。何デジしてるんだろう。さっきのスティールスティール、はい、スティール。なかなかね、あー来てましたね。魚がレンジが、そうですね、置いとけば私来てるかもしれない。うん、土俵層っていう雰囲気でもないから。そうですね、ちょっと伸び気味っていう、うん、いやでも見てるとやりたくなってきます面白いし、やっぱ釣り手でやってると。あー、食いに来てますね。食いに来てる。食いには来てるけどね、ちょっと自分も我慢ができない。ピッチを変えて、ピッチを速くしてアクションを小さくってどうでしょう。今食ってましたね。食ってましたね。食ってます。あとちょっとだな。あとちょっとっす。このまま続けてみよう。ありますよ。頑張ります。頑張ってください。はい。なんかここの試合はなんか和やかだな。みんないい顔で。あ、けど気づくと口が開いてる。釣りってそうですよね。今は何投げてるんですか。ベリーズの 1.3 グラムの13カンカン。カンカン、はい、カント先生のからですね。買わされたんですか。マスケンさんに買わされた感じですか。あ、マスケンに買わされた、はい、動画を見てカント先生に買わされたわけじゃなくて。あ、違います。違うんだ。その方がいいのかなでも釣れるルアーだと思うんで、はい、当たりあります？足んないですね。10秒前。
11?5点。どうでしたか。いやありがとうございます、はい、面接難しいありがとうございました。お疲れ様でした、はい、試合どうでしたか。いやけど最初のスタートがちょっとやっぱりうまくいかなかったんで、今後そこが課題として頑張っていけたらと思うんで。でも詰めていけましたか。そうですね、結構寄せてはいけたかなと思って、まあ、日が出てから結構調子良くなったかなと思うんで。試合初参戦ってことでしたけど、あ、そうですね、はい、どうでしたか。その感想楽しかったです。楽しかった。また大会があればぜひ。いやありがとうございますぜひまたマスケの大会もしやるとしたらぜひ参加してください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいませんおめでとうございます。勝利しましたけど、僕は何もしてないですロマンを求めてた。さっき1本かけたんですけどね。かけましたね。かけました、バレちゃいました。あれでかかったっすか。でかかったっす。でかかったっす。何もできなかった。いただきっすからね。いただきですよね、多分ね。はい、昨日の残りじゃないですか。はい、昨日入ってたけどあんまり釣れてなかったかららしいですね。そうっす。今日結構出てるんで、ね、チャンスはありましたけど、ね、バレちゃいましたけどね、はい、でも準決まで上がってるんで、ぜひその時にですね、またね、いただきをブレイブブレイブあ、でも僕こっから先は全部フラグなんで。なるほど、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今の試合は同点。同点です。すいません。1-1でしたね。1-1ってことはまだ朝のさっきの撮影の1本、うん、そうですね、うん、あのザッカーだけだったんで。めちゃくちゃかけてましたけどね。いや、そうバイトすごいんですけど。当たってましたよね。やっぱ乗り切んないのが、多分朝言われた口の小ささの、まあ、魚の個体のあんなのがちょっと分かんなかったんですけど。ミノーもそうだし、ボトム系もかなり当たってましたよね。だから上の壁か下の壁かをうまく使うと、多分。なるほど、そんな感じはしました。だから中層がスプーンが難しいのはなんかその辺かな。なるほど、うん、もありますが、ありがとうございます。後半も頑張ります。頑張ってください。準決勝に上がってるんで。はい、ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。はい。